チの季節よ。お日様の下で遊ぼう。太陽と海、そよ風、幸せのしぶき、はあ、最高のメイクだわ。そのすべてが健康的で素敵。そうね、確かに少しはお化粧もするわ。マスカラ、ラメパウダー、フルーツの香りの保湿リップ、あ、夏っぽい爪にしたい。コラルカラーにハマってるの。これってナチュラルなメイクでしょ。だけどお化粧は大事じゃないの。本当に大事なのは日焼け止めを塗ること。定期的に塗って、紫外線恐るべしよ。今日の私のコーデはこれ。ふんわりワンピ、サンダル、帽子、それからサングラスは迷うわ。どれにしよう。あ、あと大きなビーチバッグね。荷物は少しだけ。ビーチタオル、イヤホン、音楽はマスト。雑誌とか本ね。メイク落としも便利よね。デオドロンに鍵入れ、ローション、消毒、チューインガム。それとおもちゃは冗談、いらないわ。あ、これは大事、水筒よ。必要なものだけでしょ。ビーチって素敵ね。でもお楽しみはこれから。だって日が沈めば魔法が始まるの。名付けてマシュマロ焚き火ナイト。ワクワクする。男の子が準備してくれたわ。マシュマロを棒に刺して、私はピンクの。火に近すぎると焦げちゃうわ。茶色の焼き色を目指してみて。次にしたのはスモア作り。材料は麦のクラッカー、板チョコ、焼いたマシュマロ。クラッカー、チョコ、マシュマロの順に挟むの。まるで天国の味よ。スモアもっとちょうだい。それからギターを弾いて踊ったわ。ロマンチック。はあ、私の大好きな季節よ。クリスマスの次にね。あとバレンタインと、はあ、ビーチが好きならトーキングアンジェラのアプリのウォーターラッシュで遊んでみて。20レベルも増えて楽しいの。トーキングトム&フレンズの動画もぜひ見てね。バイ。